ビギナーランニングマガジンへようこそ。感想巨人牧野です。今回は真夏のロングラン用グッズを紹介したいと思います。前回はですね、ウェアだったりとかキャップについて紹介したんですけど、まあ今度ね、箱根を超えるイベントをやりますが、まあその時に重要になってくるのがやはり水分ですね。この辺がね、結構重要になってきてですね。で、移動中、まあ大体小田原までだと2時間ぐらいかかりますから、これを1本飲むという形です。で、これはアイソトニック飲料を運動前に乗って、なるべくミネラルっていうのを補給しておくと。で、さらに運動中というのはハイポトニック飲料、少しね、薄めのやつですけれども、こちら、クエン酸、メタリストのクエン酸ですけど、これを準備するということです。じゃあ、このもう一本の水は何かと。まあ、飲めることは飲めるんですけれども、なんといってもですね、これキャップをつけてですね、水をかけるように準備。だから、口直しでもあるし、体にかけるよということで、やはり体温下げるということが、マストになってきます。ですので、これ両方、準備していくと。で、当然のごとく、サプリ系ですね。ジェルですね。で、これは、クエン酸の、替えのクエン酸になってくるということです。で、さらに、最初に僕はアミノ酸を取りますので、こうアミノ酸ですよということですね。でも、ミネラルというのは十分取っていくということが必要になってきます。まあ、その他にもね、MCT チャージ。まあ、これを結構ね、ヨーグルト味で美味しいんですけれども、サプリメントを準備してくると。で、あと、体の中から冷やしたいんで、アイスラリーの、まあ、ポカリであったりとか、リポビタンデータかなんかも準備するといいかなと思いますね。で、あと重要なのがこのような、心拍の管理ですね。心拍の管理をしっかりしておくっていうことが大事になってきます。実は、やはり体温の調節っていうのは脳で行いますので、心拍が上がってしまえば鼻呼吸から口呼吸になると。実は口呼吸と鼻呼吸の要素の中で、鼻呼吸はフィルターという役目だけではなくてですね、いわゆる空気をですね、調節、温度を調節する、結果的に、冷たい空気が脳に行きますので、鼻呼吸できていないと結果的に体温は上昇するよと。だから昔ね、800とか1500でね、鼻から吸ってと口から吐いてて、スースーハーハーなって言ってましたけども、そういったこう体温の調節からするとすごく理にかなうんではないかなと思いますね。さらに日差しが暑い時にはやはり頭部ね、やっぱり脳を温めたくないですから、しっかり守ってもらうと。で、あとはね、日焼け止めとかでも、紫外線を防ぐということもありますので、で、こういった帽子であれば、きめも細かいんで、頭から水もかぶれやすいですよと。で、さらにね、アームカバーなんかも同じことが言えますし、水で濡らしてしまえば、まあ、暑すぎるとですね、猛暑日なんかはちょっと濡らしてもすぐ乾いてしまいますんで、こういったもので、濡らすというのも一つの方法かなと思います。で、マルチカバーなんですけれども、マルチカバー、いわゆるネッククーラーみたいに使いたいので、このようにですね、ちょっと、輪っかにしてここにポケットをこう作っていくんですね。で、ポケットを作ると、ここに氷とか入れられたら、氷入れると非常にいいなと。で、それは無理であれば、これ自体を濡らしてもらえば、ネッククーラー代わりにもなるよということで、なるべく体温を上げないっていう方法をうまく取ってもらうといいと思います。いかがでしたでしょうかね。夏用の、まあ、ロングラン準備編でしたけれども、まあ、とにかく体の外から中から冷やしていくということが大切になってきますし、エネルギーは失われていきますので、ぜひそういうのをね、参考にしていただいて、まあ、夏に打ち勝つランニングをしていただければと思います。今回は猛暑日を克服したこのグッズ、そしてロングランに向けての商品を紹介させていただきました。ぜひ参考にしていただければと思います。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想急に牧野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。